ミッシー、こんにちは、はるかです。やると思ったが、お前がご主人様だろ。間違えた、しゃべっていい。どうも、プリンセスから来ました、ジャスミンです。よろしくお願いします。もういい、どうぞ。どうも、団長のマホです。うん、総長じゃない、総長応援団長でしたというわけでですね、本日はミスド1万円企画 with ハロウィーン。わー、最高ですね。というわけで、1日限定でね、私たちこういうことしてるんですけれども、皆さんちょっとびっくりされたのかな、頭の中にアメちゃん入ってないの？アメちゃん、黒柳デスクじゃないの？それ大人だから黙ってちょっと名前忘れたから言ってくれてありがとうさっさと食べようぜ、せーの、いただきます。わー、乾杯しよう、乾杯。チェゴちゃん、ネル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 。大丈夫？怖くてビビってはないよ、別に。やっぱ応援団長だったかしら。ただの応援団長だったかしら。待って、チェゴちゃんね。あら、チェゴちゃんね。ありがとう、ジャスミン。キャンベラパインマンゴージャスミンティー、黒糖タピオカミルクティー、タピオカミルクティー。いただきます。いただきます。ミスドといってもね、ドーナツがメインだけど、まあ、いろいろスープとかパイとかいろいろ買ったんで、結構余裕なんじゃないかな。本当になってたのに口からも言っちゃったから、なんかちょっと信憑性ないわね。これをね、すっごく食べたいの。これやばいよな、俺も一個一を買った。しかし、俺だよ。俺も。俺追加させて買った。え、じゃあソーセージパイなくない？ 2 個。じゃんけんじゃん。え、なんで2個？ソーセージパイない。いや。じゃあ戦いが折れる。じゃあ甘いのいくわ、とりあえず。この猫ちゃん食べるわ。うまい。相当とろけてる。完食。早っ。ちゃんちゃが行かないといけないんだよ、こういうのは。これじゃあ、うちも甘いの頑張るわ。鬼数完食。早っ。じゃあ俺、さつまいも丼食べます。芋そんなに好きじゃないからわかんないんだよね。里芋とかも好き。まあ里芋好きだけど。里芋も好き。いただきます。え、めっちゃうまい。甘い。猫ちゃんオッケー。イエーイ。猫ちゃん勝利しましたって。猫ちゃん勝利しました。勝利しました。危ないね。なるほど、しいよ、ジャスミン。次に狙う猫ちゃんは。めっちゃ口の中に入ってる。うん、きのこうまい。うまい。うん、芋ったばっかなんだけど。あ、待って、めっちゃ幸せ。いらない。いただきます。軽く。押してみ、このボタン。なんかバターみたいな感じだよね、これ。スイートポテト。さつまいもペーストが練り込まれてるポンデリング。じゃあ3人で完食。1人ずつのお題をね、やって、みんなに質問箱を使って質問してもらったんですけど、はるかは人生で恥ずかしかった話を教えてくださいっていうふうにしました。まほは人生で一番イライラした話を募集しました。私は人生で面白かったことをみんなに募集したよ。どっから行く？イライラからじゃない。その話を行く前にさ、前座としてうちのイライラした話を言っていい？いいよ。なんかの帰りにはるか電車を乗って帰ってたんですよ、うん、で結構人が多くて満員だったのさ、これはるかなんね、うん、隣の女性の方が携帯をここでいじってんの。揺れたんだよ、揺れた時に犬が、もうずっとこう、え、絶対わざとやってるよね、そいつ。で普通気づくやん、ただ画面の上の方見た時に、あ、近いみたいな、あ、やばい。うちがちょっと離れてほしいなっていう感じでちょっと見たんだよ、うん、それはもう100気づく。そしたら、でも待って、待って、めっちゃ嫌だ。嫌だ、今考えた。鼻をさ、やって外しそうさ、画面にくっつけちゃえばいいんじゃない。対処法2人はないの？嫌やな、そうだろう。じゃあ2人は温厚だということでね。いや、それは語弊あるんですけど。多分、でもあるんだろうけどさ。今日こっち来てくんない？あの、おっちゃんも仕事だけど。
ばいのか。ちょっと少々お待ちください。トマトの。はい。じゃなんか白い変な。ジャズミン。なんか白い可愛いの食べまーす。うまいよね。なんか、うん、朝とかに知らないおじさんに急に手つながりたいとか。え、キモ？座ってたの。で、ダラーって手振りやっちゃって、そしたらなんかおじさんが隣に座ってきて上から恋人つなぎやった。やばい。すごい、どうなんだ。うちは目つぶってただけで寝てなかったから。えと思って、もうオーバーリアクションで。そしたら逃げて。え、やば。けこれもちもちしてる。いやこれはねやばいわ。何ですか。とんでもねえやからがいる。だから、うん、友達が私の目の前で私の彼氏にキスしたことです。殺そうかと思った。ええ、こっちこっち、どこだとしてもやだね。もうそいつ友達じゃねえな。え、彼氏は封印されたの。だから書いてないんだって。それによって彼氏も悪いにもなる。まあ確かに。いたれがいいね。そういうつもりじゃなかった。でもこれうち編集だからカットもできる。なんでダメ。いたれがいいね。やばくない。うわ、やばい。うわ、待って、しかも中チョコたっぷりだよ。いい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 。一緒にワンタンスープを飲むって決めて。本スープ終わり。イエーイ。待って、んこれ全部違うね。そうでしょ、どう考えてもね。ワン、ツー、おかしい。おっ、これ全部はるかの。で、これだよ。はい。うちのじゃないでしょ。鶏肉ゴン、食べない鶏肉ゴン。鶏肉ゴン、これ好きっしょ。できんだけど、この肉。うまい？うんふん。待って、で、うちがスープを4つ食べたという現実は変わらん？そう、そうそうそう。みんな4つ食べてるよ、多分。ほんと？ほんとに？魔法今2個。2個目。3個目。これ魔法の。はじめは？みんなスープ4つ食べるという事実は変わらないから。あれ、内側3つか。ちょっとここでチャーハンを食べます。うん、面白い話。うん、ね、待って、全然面白い話じゃないんだけど、やばい話見つけた。言っていい？痴漢に会った時にやめてくださいって手振り払ったら、まさかの先生だったんだって。やばくない？もちろん親呼んで即クビだって。検温と消毒のやりすぎで間違えちゃうのあるあるだと思う。お客さんの頭を消毒しちゃった。やばくない？どういうこと？ピッてやる、私ピッてやっちゃったんだよ。やばいって。相当疲れてんだね。じゃあこれは、ちょっと勇気いるんだよねこれ。私小学生の時、性格がね、あんま内気だったわ結構。小3の時にね、体育の授業の時にこういう遊具があって、一人ずつ、はい、登るよーみたいな。先生が一人ずつ登るやつ。もうその時点でおしっこ漏れそうだったの。でも我慢しながら登るじゃん。で、はい、次の人って。マーが登ってる時、後ろに、これいるの。うん、男の子が。うん、それでそこで、お漏らししちゃったの。うん、やばいよね。え、じゃあさ、伝えてもらった。後ろの男の子はさ、多分かかってはない。かかってはない。多分かかってはない。また3年経って6年生よ。6年生で、やばいやばい。音楽の授業で、一番前だったの、席が。で、男の子と隣で。楽譜とか読んでる時、もうおしっこが漏れそうだったの。やばい、言えない言えないみたいな。言えばいいのに。じゃあ、起立歌うよ、みたいな。で、起立してたら、その瞬間でおしっこ漏らしちゃって。で、これは絶対中学校の時にバレないようにしようと思って。うんうん、絶対に。で、それで中1になって、お漏らししちゃった時に、隣にいた男の子とも、同じ中学校だなね。うん、多分そいつがね、言ったんだよ、誰かに。なんか、え、お前って小学校の時にお漏らししたんだろうみたいな。言われたのね。だから、え、してないよみたいな。え、してない、ほんとしてない。何、何、何、何みたいな。感じでごまかして、3年間貫き通した。だから、まあまあ、お漏らししてない人になってるけど。そろそろヤバタニや。うん、迷子の放送を20歳超えてからされたんだって。ええー、マジで。携帯とかで連絡できなかったかね。なかったんじゃない？え、いつもさ、年齢言われるんだっけ？言われると思う。ええー！私の〇〇くんが。めっちゃ悪ない。じゃあ多分それはくんづけだってさんづけだと思うけど。それもっと恥ずかしい。恥ずかしい。センターでお待ちですよ。旧お母さん3階にある迷子センターにお越しくなった。多分無理じゃん。こっちの話に戻すと。これで、ね、うん。あのさ、この黒いものは全部食べるっていう風にしようよ。
あ、いいよ、うん、それはいける。家帰って明日絶対食べるんで。逆になんかこの子たちもさ、うん、今の状態で食べてもらうよりもっとお腹減ったうちらに食べてもらいたいと思うから、うんうん、確かに。やばい、ジャスミンの腹が見る。え、全然大丈夫だよ。大丈夫。アクション大魔王みたいになってない。うち歯医者がすっごい嫌いなの。ちっちゃい頃ママがいないと無理だったし、口が大きく開けられないから大きく開ける器具をつけられた状態でやってたんだよ。じゃあなんかうちがすごい嫌すぎてこうやってやったら唾液を取るあれのゴムが喉の方にカラ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 してきて、歯医者の人がおーなんかあの喉を突っ込んでこうやってゴムを取って、うちもういきなりすっごい嫌なのに手を奥に入れられて、おーおーオニオン気薄いんだけど、オニオン鬼なんだけど。会員、うちもオニオン会員、コアスープ会員。うん、ちょっと頭痛い。ああびっくりしちゃった。会員、スープ会員。ああ、ありがとう。うわ、すごい、ありがとう。はい、ということで元気モリ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 退院しました。私ももう最後食べたいと思います。おお、はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで以上ジェイゴでした。パフィパフィパー。